きチャンネル。こんにちは。さあ今回はオリックスバファローズということで、はい、リーグ3連覇はなるかっていうところの、はい、ポジション争いですが、はい、まあ、吉田がね、うん、いなくなってどうなるんやっていうところでね、はい、まあ、森が来たことによって、まあ、キャッチャーは若月と森で併用だね、はい、で森が多分キャッチャーじゃないときは DH 入るんだろうね、うん、でサースファーストが朱印出るらしい、ね、新外国人、新外国人、もう一回言ってください。朱印出る、朱印出る、あのなんか何もないです歌朱印出る、朱印出る、あセリフあるんですか。いやなんかすんなりいつも外国人の名前読むのちょっとこう苦労するのに、いや朱印出る、これは言いやすいね、言えてますね、うん、シェラドンみたいな、んシェラドン、シェラ昔いたんや、いたの、はい、誰も知らないと思うけど、シェラドンいたの、シェラドンじゃなかった、シェラドンホテルだった私もハワイのホテルかなと思いました。俺もシェラドン、俺もヒルトンだった、知ってる。大体お前外国人選手、お前巨人のお前アンダーソンちゃうかったやないか、お前アンドリース、アンドリース、アンダーソンコメント欄載ってたぞお前、面倒さはシューメーカー、アンダーソンはアンドリュースっつってどこの人ですかみたいな。しかも誰も訂正せえへんから気づきもしなかったよ。いやもう全然もう外国人選手の名前分かんなくなっちゃうよね、うん、だから俺らが悪いわけじゃないよな。だってガリクソンのこと忘れへんもん、オリックスでもニールとか DJ のこと忘れへんもん、うん、ブルーウェーブの頃ですね。そうそう、まだね、はい、97年頑張ろう神戸の時、はい、でもまあだからキャッチャーはまあ若月森でしょ、でファーストはシュインデル、うん、でセカンドはまあ足立を基本線に、うん、まあ、太田とか、はい、でサードがモネでしょ、うん、でショートは紅林でしょ、うん、でレフトが吉田がいなくなったけども、はい、外野はもう中川、福田、杉本ちゃうかっていう普通に考えて、うん、そうですね、うんうん、で DH にキャッチャーじゃなかったら森が入ったりとか、はい、あとは、まあ、T 岡田、うん、頓宮、うん、っていうところが入ってくるのかな。でもちょっと DH が、まあでも森を DH キャッチャーじゃない時に DH で使うって考えたら、はい、DH にカチッとした外国人置けないよね、うん、開けとかなきゃいけないから、はい、外野の外国人取ってもいいかなって思うけど、去年は中川がねファースト守ったりいろんなところを守って外野もね、あのなんか穴埋めみたいなしてたけど、中川がレフト、はい、センター福田、ライト杉本、うん、でファーストが外国人で、セカンドが足立か太田、うん、でサード胸、ショート紅林、キャッチャー若月森、うん、まあノーサバイバーだね、そう考えると。そう思うともうなんか開幕メンバーは大体もうここだろうなっていう感じですね、うん、そうだね、だから DH に、だから開幕がもし山本だからね、うん、まあ、山本若月で森が DH かなっていうね、はい、ところじゃない。他はそんなな、入ってくるとこ、まあ途中から行くって考えたらよ、うん、西野とかね、はい、野口、うんって言ったところがね出てくるとは思うけども、だからまあ北とかはね、あの頑張ってほしいっていうね期待感はあるけども、ノーポジだね、うん、北選手ね3年ぐらい前からずっとこう名前ですね。そうそう、北も頑張んないと本当あの黒川と同じ運命をたどる可能性あるからね、楽天のいいよいいよと思われていなくなるみたいなね、うん、今年3年目か、うん、まあまあでもまだまだ高卒だからね、はい、ここからだから、ね、はい、まだまだ20歳なんでね、うん、20歳の約束だね。ちょっとなんかこう言うのがこうすぐ反応できないのが多いですよね。ちょっと時代がありますよ。反応しろ。20歳の約束って何ですか。出発力悪いよ、ほんと。22歳の別れだったら知ってるんですけど、20歳の約束知らんの、はい、あの1992年10月12日、はい、ね、フジテレビ系、はい、月9ドラマだからね、牧瀬里穂さんの初出演、フジテレビ系、うん、ヒューヒューだよっていうやつ知らないの、うん、ヒューヒューだよっていや私もう流行語大丈夫、ヒューヒューだよっていう。私2歳だから。ん？私2歳だったんで、ちょっとこの時僕は生まれてます、はい、もうヒューヒューだよはカーンチとかと一緒のレベルだから。確かにヒューヒューだよっていうセリフはちょっとなんか聞いたことあるかもしれないです、うん、そりゃそうだもん。でもそのドラマっていうのは知らない。カーンチは東京ラブストーリーってもうすぐ分かりますけど、いやだからもう それに匹敵するぐらいの、へえ、もうそのワンフレーズよ。そうなんですか。じっちゃんに、じっちゃんの何かけて近代気象で匹敵するぐらいの、へえ、そんなですか。じっちゃん何かけたらすぐ分かりますよ、やっぱり、うん、でもあれでしょ、誰バージョン、誰バージョンなの。剛くん。
西岡西岡剛さんやってないでしょ言ってたんですか。え、剛って言ったら野球界で西岡になる。え、剛くんですよ。堂本剛くんですよ。草薙、え、草薙の方、堂本です山田じゃないの、山田じゃない、山田の方じゃないの、山田金田一航介。あ、いや、私はもう剛くん、私金キキッズ超好きだったんで。そうだ、光一くんが銀狼回帰ファイル、うん、剛くんは金田一少年っていう、もうこれ2つ鉄板ですよ。そうだ、はい、じゃあちょっとあの好きな歌歌ってよどういう振りですかどういう振り天使のようなって知ってます？そう、悪魔の笑顔でしょ。悪魔の、はい、銀狼回帰ファイルのテーマ、うん、マッチです、うん、で、何の話でしたっけ。うん、あれだよ、来たら20歳からっていうね。そうだから、まあ内容、野手はそんな感じだね。はい、でも若干やっぱ層薄めだね。気になるね、そこら辺はね。ちょっとなんか吉田選手が抜けただけで、いや、でかいよ。吉田は吉田一人で流れを変えれるからね。そうですね、うん、でピッチャー、はい、宮城、山本由伸、うん、山岡、はい、田島、うん、山崎幸也、はい、今年は山崎俊平太が出てきそうなんだよね。で山下俊平、山下俊、うん、ソタにね、ドラ1のルーキーね、はい、でもまあ実際決まってんのは5人か、山崎幸也、宮城、山本、山岡、うん、田島、はい、この5人だ ね、 そうですね。だから1つをめぐって山下俊平太なのか、うん、ソタになのか、うん、っていうところが勝負だね。そうですね、うん、もう山崎総一郎投手はやっぱ後ろですよね。そうだね、うん、だからもう後ろはね、ワゲスパック、はい、山崎総一郎、うん、で宇田川、はい、比嘉、うん、阿部、うん、本田、はい、でもこれ6人、うん、黒木、小北、はい、近藤、うん、平野、うん、もうピッチャー空いてないな、はい、わ、何気にちょっとあの山崎総一郎と宇田川とワゲスパックが去年の終盤から後ろに入って、はい、もう穴なくなったの後ろ、ちょっと後ろ不安だったけど、だから先発1個か、はい、1個を誰が取るかだね。うん、あとはもう盤石だね。はい、熱いですね。だからこうなったらもう吉田、杉本がもう一回ホームランを取れるかどうかが鍵だね。うん、オリックスはだからピッチャーほぼ飽きないわ。はい、ピッチャーそう暑いね。暑いですね、うん、そう考えるとね、去年なんかさらに暑さかなり増した感ありますね、うん、やっぱ宇田川と山崎総一郎、ワゲスパックが後ろにはまったことによって、うん、ちょリリーフとか一気に安定感が増したっていうところと、宇田川投手、うん、まあ、前はね、うん、もうあのきっちり全員がそこそこできてるから、うん、まあ、強いて不安要素上げるんだったら、まあ、宮城、山崎幸也の好投を引き出したね、うん、伏見がいなくなったことによってのそこら辺のこの使い分け、はい、若月と森の、うん、このバランスがどうなるのかっていうところは、まあ始まってみないと分かんないけどね、はい、まあ、そこはちょっと見どころかなっていうところはあるけども、うん、まあまあほぼほぼでもやっぱまあ日本一チームだから ね、 そ、 うですね、そんなサバイバルポジションあるわけないからね、うん、まあでもそこを同層を底上げして若手が熱くなってくると、うん、3連覇もね、はい、夢じゃなくなってくるからね、うん、そういったところはあるけど、まあまあ、でも曽谷とか見てみたいけどね。そうですね、曽谷、山下俊平太ちょっと見てみたいね。うん、どうなるのか、そこハマったらもう盤石だね。はい、うん、本当見ててもあんまりこうベテランがいないですよね。そうだ、まあ、平野だね。平野投手ぐらいですよね、うんうんうん、すごいチームが若いな。あと日がね、はい、うん、だからバランスいいよね。いい、若手ベテラン中堅のこの年齢構成のバランスもね、うん、はい、野手含めて、うん、まあいいかなっていうところ、やっぱそういったところの強さあるよね。はい、はいはい、ということでね、20歳の約束、皆さん探してください。ヒューヒューだよ。